いらっしゃいますか。本を何冊か持ってまいりました。適当に置いとけ、順番に見ていくから。赤い霧様、この前は私めが無知なゆえ大変失礼申し上げました。そうごまをするな。どうせここじゃお前も私も同じ立場だ。ところで本当に赤い霧なのか。その名声だけは飽きるほど聞いてきたよ。活動区域が全く違うせいで見たことがないんだ。信じるも信じないも好きにしろ。赤い霧かどうかなんてただの殻に過ぎないから。いや、まあ信じられないってわけじゃなくて、赤い霧と一緒にいるって実感が湧かなくて。私は最初の人生で仲間を守って死んだ。外郭の研究室で。ああ、そして再び目覚めて、昔の記憶があやふやなままロボトミーで働いたわけだ。お前はどこで活動してたんだ。俺は都市の東部。私は西部だった。それなら会うような用もないか。赤い霧の伝説で気になることが一つあるのですが、質問よろしいでしょうか。なんだ。単身で人差し指の代行者5人を片付けたって話でございます。人差し指、久々に聞くな。裏路地の汚らわしい通りな、クソみたいな記憶。正確には人差し指の代行者5人と伝令3人を仕留めたことがあるな。さすがです。確認のために伝令の話はしなかったのに正確だな。外は10年経ったって言ったか。都市と裏路地は相変わらずだろ。金のない奴ら同士殺し合い奪い合い、いつどうやって殺されるかもわからないまま生きていくって話のことか。くそ、相変わらずだな。当たり前だ。10年前も今も方法は変わったにしろ本質は同じだ。私はそれを変えたくてあんなクソみたいなことやってきたのに、何も変わってないとか呆れを通り越して笑うしかないな。それでも裏路地ごとにハムハムパンパンってサンドイッチのチェーン店ができたんだけど、これが本当に生活の質を上げてくれてるんだ。お前が誘拐されて食えなかったスペシャルサンドイッチを売ってるって店か。そうだ、今でも心残りなんだよ。マシになったことがあるって分かっただけでも、ま、よかったか。私は裏路地が嫌いだ。そこで生まれて何とかして生き残ってきた私から言わせてもらうとは、毎日が地獄のようだった。何区の出身だったんだ。23区。おっしゃる通りでございます。昔のことを思い出すと気分が悪くなるな。寝たくに酒でも借りに行くか。持ってきた本は勝手に整理しておくから出て行け。そうだな、今は話せるような状況じゃないみたいだな。ああ、この本はありがとう。俺の仕事だし。まあ、それともう一つだけ。今度はなんだ。ネザクに酒を借りに行くってやつ、俺も混ざってもいいか。好きにしろ。何してるんだ、瞑想。ただ目を閉じて休んでるだけだ。持ってきた本はいつものところに置いてくよ。邪魔しちゃ悪いし。待て。ん？お前は裏路地のランク出身だ。17区だ。無難なところだったな。お前が育った裏路地も地獄だったか。いくらおぞましいところだとしても人間が住む場所だ。そして人間が住む場所はどこだって地獄だし。結局人間が住む場所だってことだ。裏路地も裏路地次第だからな。私はいつでも誰かを守る戦いばかりやってきた。だが完璧に守り抜いたことは稀だ。タバコ一本どうだ。ありがたいけどいいよ。タバコは昔にやめたんだ。そうなのか。見かけによらないんだな。幼い頃私が住んでた裏路地は何度も隣人が変わったんだ。
根っこがいいとは言えなくても、それなりによくしてくれた大人は、一晩寝て起きたら手足を切られて道端に転がってた。裏路地だとしてもそんな修羅場が起こることはほぼないんだけどな。やっぱり悪名高い23区らしいな。組織間の縄張り争いや粛清の全盛期だったな。今のロボトミーの巣の中みたいに。よく生き残れたな。やり手のフィクサーでも手を引く裏路地の一つなのに。血の匂いがまだマシな。他の裏路地に行けるって考えもできなかったな。私にはそこが全てだったんだ。ただ生き残るために必要な方法だけを必死で探してた。23区は謝肉祭や笑う顔たちですら子供のお遊びに見えるレベルだったからだ。だから私は絶え間なく探していたんだ。そばにいる人たちを守り抜く方法を。どんな単語を使用しているかによってその人たちの社会を知ることができる。裏路地で使われる言語はとても素朴で直接的だ。日常的に使う単語から似た単語を使うんだ。特別な単語を新しく作って使ったりしない。彼らにとっては日常だから身の回りの言葉を使っているんだ。日常的に使われる言葉の本来の意味よりも心に響くことが多いからな。親指と人差し指みたいな五本指や掃除屋が代表例だろうな。裏路地の人たちが掴み取るために努力すべきことは金と力。生き残るための力以上の価値を追い求める余力がないってことだ。これが笑えるんだよな。力を与えたとしてもその力は自分より下に向かうだけだった。裏路地の被害者は加害者になり損ねた被害者なんだよ。まずカーリーって7歳くらいのガキがいたんだ。そしてその子の最初の記憶は血と内臓でぐちゃぐちゃになった路地の隅で泣いてたことだ。友達と呼べる人は全くいなかった。そばにいてもみんな消えてしまうんだ。同い年の友達は掃除屋にどこかへと引っ張られてっておもちゃのように扱われたからな。幼い子はただ息を殺して見ているしかなかった。カーリーが13歳まで生き残れたのはただ運が良かっただけだ。でもその運を無駄にしないためにカーリーは観察しまた観察した。自分の力で生き残るためにカーリーは20歳になるまで生き残ったんだ。自分なりの戦略を持ってな。そしてついにフィクサーになった。できることなんて限られているから。幸いにも組織に落ちたりはしてないみたいだな。その子はあいつらと同じようにはならないと決心したからな。カーリーというフィクサーが始めた仕事はだんだん安定していってた。生まれ育った環境のおかげか適性があったんだ。俺もそうだったんだけどな。フィクサーになってある程度力を持ったから同じアパートの隣人を守れるって思ったんだ。結構危ない裏路地だったからカーリーが住んでいた場所は。そしてこれまでお世話になったアパートの隣人のショーンおじさん、そして上の階に住んでいたグースお姉さんに恩を返さないといけないと思った。二人は子供の頃からカーリーに飲み物や食べ物を分け与えたりしてたんだ。長い間知り合ってきた数少ない人たちだったし、それなりには家族みたいだって思ってた。そんなショーンおじさんとグースお姉さんがとてもありがたくてお金を分けてあげたんだ。関心な子だったんだな。でもその人たちが一月以上金をもらってカーリーに何をお返ししたと思う？流れから見ていいもんじゃなさそうだな。アパートの住民と手を組みカーリーが寝ている間に家へ入って体を縛った後に金庫を探してたんだ。ああ、どういうことか分かったよ。カーリーが大金を持っているって思ったみたいだな。あ、とうとうやらかしたわけだ。
カーリーは信じられなかった。知らぬ間に両手両足が縛られていたから驚いたわけじゃない。目の前で卑しい欲望の塊が這いずっていたからだ。昨日までは挨拶を交わす仲だったのに。そしてその隣人たちは誰よりも失う痛みを知っている人たちだった。カーリーが持ってきたお金を有意義に使ってくれることを望んだだけなのに、力がついた分みんなを守りたかっただけなのに。典型的だな、典型的。バカみたいにカーリーは両目開けたままやられたわけじゃないんだろう。ああ、カーリーはあいつらが考えている以上に強い子だったから、縛られた縄なんていつでも力で解くことができたけど、待ったんだ、この全てが錯覚か、いたずらならいいと思って。でもあいつらが平然と吐き捨てた汚い言葉、大金せしめて他の場所に移住できるチャンスができたって、これは夢でも錯覚でもクソでもない現実だったんだ。で、そのクソ野郎は全員死んだのか。俺の方が腹立ってきたな。ああ、みんな死んだ。そしてカーリーは涙を流した。隣人たちの血にまみれたまま、カーリーが守ってきた隣人も結局力を得れば手のひらを返すように他の誰かに暴力を振るったんだ。誰かを守り抜いても繰り返すだけだったんだ。ああ、だからか同情する必要もないと思ったりはしてるよ。俺もフィクサーを始めてすぐの頃、何が正しいのか本当にずっと悩んでたんだ。お前はどんなフィクサーだったんだ。それなりに理性的に道理をわきまえて、理性的に仕事を片付けるクリーンなフィクサーだったよ。そのせいか評判は結構良かったし。そんな評判のいいフィクサーが救急フィクサーになったのか。ああ、世の中どう転がっていくかわかんないよな。あのカーリーが立派に育って俺の前に立ってるみたいに。そうだな。一回前後不覚になって大暴れした時があったんだ。我を忘れて。それで敵もいっぱいできたな。まだその残光が消えないんだ。やっぱりお前もいろいろあったんだな。そんな顔してる。カーリーは完全に私じゃないけど、まだ私の中にいるんだ。そう見えるな。君は確かにいろんなフィクサーと違うよ。まっすぐなんだ。話しすぎたな。寝る。ゆっくり休めよ、カーリー。ケイセド、ちょっと扉開けてくれないか。今両手が塞がっててさ。いらっしゃい。俺も手伝うよ。これだけたくさんの本を運べるだとか、俺もこの仕事にだんだん慣れてきたみたいだな。何でもやってれば慣れてくもんだよ。コーヒーもね。コーヒーか。今度のは口に合うと思うよ。信じて飲んでみるか。おお、これは甘くてすごく美味しいな。なんというか、そう、こんな高級な感じなのに美味しいコーヒーは初めてだよ。でしょ。昔ゲブラーもこのマキアートから始めたんだ。美味しいコーヒーってこういうもんだったんだな。30超えてから分かることもあるだなんて。裏路地のコーヒーは材料の粗悪な品質を隠すため、大体は強い甘さでごまかしてるって聞いたよ。ただ苦いだけのもあるよ。それでも起きてないといけないとか暇を潰す時にはコーヒーを飲んだんだ。俺もだよ。ロボトミーじゃコーヒーなしで一日を始められなかったんだ。冷めてしまったコーヒーみたいな無気力な体を温めてくれるのはコーヒーしかなくてね。せっせと何も期待せずに働いてたんだ。そこそこ大変だったんだな。そうだよ。職員は幻想体に殺されて、どうにか生き返そうと計画を立てても無駄だったんだ。そうやってだんだんと冷めていったんだ。
今はちょっと暖かくでもなったか。そうだね、今度はローランの言う通り暖かいよ。俺に与えられた分だけいろいろとできるからね。何よりいろんなコーヒーを飲めるってのがいいね。言われた通りにやるのは同じだろ。今度は俺が選んだんだ。そして俺がうまくやれば他の司書の被害も最小限に抑えられるし、だから久々にやる気が出てるんだよね。結構ゆとりのある考え方するタイプなんだな。昔よりは全てが良くなったよ。これも慈悲というべきなのかな。誰の？図書館長さんの？俺も信じられないけど、なんとなくそうなんじゃないかって思ったりもするんだ。俺はよくわかんないな。アンジェラの怒りと目標が確かに目に見えるから、あいつが行こうとしてる道に慈悲があるかわからないんだ。マキアートうまいな。ついつい口に運んじゃうし。来るたびに新しいコーヒー作ってあげるよ。ちょっとずつ知っていこうか。いいな、期待してるよ。いつも通りここはコーヒーの匂いで満たされてるな。いらっしゃい。今日はインディゴマウンテンなんだけど、一杯飲む？ああ。コーヒーの味はいつも同じというわけじゃなくて、いろんな要素によって味がそれぞれ違ってくるんだ。どこでどう栽培したか、どれくらい焙煎したか、抽出を止めるタイミングと豆をどれだけ砕いたかも大事なんだ。粒子の大きさによって酸味と甘さが決まるからね。結構繊細な飲み物だったんだな。俺は渡されるがまま飲んでたけど。都市の人と似てないかい？裏路地の出身か巣の出身か。裏路地ならどの区域の出身なのかによって育ちと価値観が全く違ってくるから。そしてその成長の過程がどれだけ険しかったかも含めてね。音楽の路地で音楽ができない人は敗北者に、味の路地ではいつ自分が食材になるのかもわからないんだ。それが栽培地の方針だから。言われてみるとそうだな。待てよ、人によってそれぞれ違う味が出る？すごく23区らしい発想なんだけど、もしかして君こっそりゲストをコーヒーにして抽出したりしてないだろうな。ロマンがないよね。冗談ということにしといてあげる。俺も冗談半分だったけどな。まあどんなことでも起こりうるからな。違う場所で作られたコーヒーを一つに混ぜることをブレンディングって言うんだ。ブレンディングすることでいくら質の低いコーヒーであっても風味を出すことができるんだ。社会学はブレンディングと似てるんだ。あらゆる人が一緒にうまく生きていけるようにする方法だから、それっぽいな。でしょ？あとどんな風にブレンディングするかによって材料が選り分けられるんだ。でもコーヒー豆と違って人間には欲望があって、自分が好きなブレンドマシンに行こうとするんだよね。できれば上等な世界へと行こうとするみたい。どうせみんなまとめて惹かれるのにね。それでいいコーヒー豆を手に入れるために都市と巣は絶えずささやくんだ。最も巨大で個性のある味を繊細に満たしてくれるための栄養補助剤が必要だから、人生の価値はここにある。これ見よがしに立派な生活を見せつけて選別された敗北者のありさまを見せるんだ。そうやってみんな取り憑かれたように自分自身を売るんだ。偽りだとしても裏路地の人生より巣の人生の方がマシなのは事実だ。そうかな。翼は文字通り人々をコーヒー豆みたいに引いてるんだけどね。それぞれの翼はこの翼が一番居心地のいい場所だって言いながら羽を集めるんだ。巣の中での制作は翼ごとに違って、裏路地はその制作に合わせてねじれていく。みんな大きくて甘い嘘に惑わされているんだ。今の自分の行動が最善だって必死に信じながら。信じてる？それが最善なんだ。
裏路地の人生から抜け出して翼に入社してから安定的な素の人生を送る以上の方法はない。それならブレンドする方法は誰が決めるんだろうね。いや、ブレンドって必要なのかな、選別って必要なのかな。それぞれ自分が出す香りのまま生きちゃダメなのかな。能天気なこと言うんだな。そんな疑問を抱けばキリがないぞ。そうなのかい。そういうもんだ。コーヒーごちそうさま。じゃあね。何か言ってごらんよ。意味もなく時間を浪費してるな。まあ落ち着いて話そうよ。そうね、あなたたちと話すのはすごく久しぶりだから。私たちを恐れているのだな。避けたい存在でもある。こうやって向かい合って話ができるくらいに仲がいいわけではないわね。それでも奥間、ビナ、あなたたちも無事に目覚めたわね。図書館がだんだんと完全になっているという意味でしょう。お前の望むものにだんだん近づいているということでもある。ええ、切に願うものでもあり、私の目標でもあるたった一冊の本。この終わりに必ずその本が手に入れられることを信じてるわ。だからここまで来れたの。悪夢のような過去がお前を責め苛まなければ、この殻の中に永遠に閉ざされているといえども、不滅の安定感と無限の幸せを享受できるだろうに。お前は依然として過去に囚われているんだな。それゆえ殻の中に居座ろうともしない。外に出て素肌を晒すことが恐ろしくはないのか。差し当たりお前を守るこの強固な殻の外に出ていくのであれば、茨の道を歩むことになるだろう。傷だらけのお前の体には新しい肉がつく前に海、傷跡が残るだろう。ついに血にまみれ再び殻の中へ這い戻りたいと願う時には、すでにそれは月日にすり減り崩れるはずだ。されどもお前はここを離れんと欲しているのだな。傷ができようが、勝手に行かれてすり傷を作ろうが、あの地獄みたいな場所よりはマシでしょうね。お前を苦しめる方法が変わるのみ、あの時と変わらず依然として恐怖はお前の目の前に存在するであろう。それは消えずにお前を追い回すはずだ。苦しい過去に埋もれて見えていないのか、それとも目を背けようと努めているのか。やるしかないの。どうにかして私は生気を得て粘り強く進んでいくから。それでも過去は徐々に忘れつつあるわ。この目標が変わることはないでしょうけど。お前がそう言うのならそうだろう。私たちが再びこのように対面して話をする時間があると思っているか。さあ、私はあればいいと思ってるけど、あなたたちの意見を聞いてみたいわね。私たちの考えを聞くのか。意外だな。もういいわ。挨拶はここで終わり。久しぶりに会えて嬉しかったわ。言ってしまったな。ひどく冷酷に接したんじゃないか。少し驚いただけ。悪意はなかった。一番近くで見てるはずの俺も毎回びっくりするんだよな。最近は結構丸くなった気がするんだよな。少なくとも話を聞いてくれるようにはなったから。最初出会った時は会話すらせずに一方的にまくし立ててきたんだよ。それがいい方向であれ悪い方向であれ、アンジェラも変わりつつあるということか。いいことじゃないか。この先もこういう場が頻繁にあると喜ばしいな。アンジェラの言う通り、
他の指定秘書たちがどういうふうに考えているのかが大事ではある。まあ仮装とか中層の雰囲気なら気にしなくてもそこそこ悪くないから。それにしても全員が集まるとか正直うまく想像できないな。どうしてみんなそんな深刻そうにしてるんだ。これは重大事案です。そうね、素通りできない問題よ。困るよ本当に。どういうことか話してみなさい。ネザクが逃げたの。今回の図書館の廊下掃除当番は芸術部でした。ん？何か思い当たることがあるんですか。いやいや、そんなわけ司書補もみんな連れてどこかに隠れたみたい。掃除って？あなたたちに掃除をしろって命令はしてないはずだけど。それぞれが担当する部屋の管理は自由ですが、みんなが利用する廊下は交代で掃除する方がいいという結論を下しました。あなたたちは自分から仕事を増やすのね。もしかして何か問題がありますか。問題はないわ。よかった。だからみんなで悩んでたの。ネザクは一体どこに隠れたんだろうって。はい、ネザクならここ。なんだよ、どうなってるんだ。図書館であなたたちを見つけて連れてくるくらい私にとっては造作もないことよ。ネザク、私たち廊下掃除の順番はちゃんと決めたじゃない。自分の番で逃げるだなんてひどい。酒の匂いが伝わってきますね。後ろの芸術部の司書補まで。これには訳があって。どういう訳なの。言い訳だけでも聞いて差し上げましょうか。さあさ、ネザクも次から気をつけるって。これくらいなら十分だろう。いいえ、私は聞かないといけません。ネザク、僕も掃除したくないけどやろうとは思ったんだよ。でも一人でブツブツ言ってたらローランがサボるのにいい場所を見つけたからって、酒をちょっと分けてくれたら教えてあげるって。そしたら掃除はしなく、こいつまだまだ酔ってるみたいだな。酒に弱いのに本当酒好きなんだよなローラン、ネザクの言ってることって本当なの。そんなわけ。そういえばあなたからも薄い酒の匂いがしますね。見損なったわ。ごめん、俺もネザクと一緒に掃除するから許してくれ。いいえ、今日の掃除はもちろんあなたも掃除当番に入りなさい。え？いいですね。それなら私も今回の件には目をつぶりましょう。じゃあこれから掃除もよろしくね。ローランも自ら仕事を増やすんですね。ああ、やっぱり図書館じゃ昔の赤い霧みたいな力は出せないのか。そうみたいだ。カーリーと私が完全に同一人物だとも思えないし。赤い霧自体と今の違いは何なんだ。私はエゴを自由に使って戦った。きっと都市では唯一の人物だっただろうな。心に感化される武器と鎧、誰がこんなものがあるって想像できただろうな。今はそのエゴを存分に使用できない状態だ。司書たちはエゴを使えるんだろ。それはそうだ。でも完全にエゴを統制して戦うわけじゃない。しばらく借りるんだ、幻想体から。だから俺たちは幻想体という化け物から力を借りてエゴを使用してるってことか。ああ、まともに使える状態じゃない。赤い霧はそれをまともに使えたのか。私が振り回していた剣は誰かが抽出したエゴだったけど、着ていた鎧は私だけのエゴだった。それが私に大きな力を与えてくれた。
まあ知るわけないよな。心に感化される武器と鎧だなんてなすすべもなくやられていったんだろうな。そんな便利なものってわけでもない。文字通り精神に感化されるから、むしろ食われることもあるんだ。食われたらねじれが発生するのか。多分そうなるだろうな。エゴを使うために誰かが私に話しかけてくるような気がするんだ。その言葉は私にとってすごく必要ではあるけど、聞きたくないって気もする。気を失えば飲み込まれて流されるような気がするんだ。俺にはよくわかんないな。ここで使うエゴはお前の言う通りアンジェラが調整してるやつだろうし。外の人たちがエゴを使った時が心配だよ。そんなすごい装備は誰からもらったんだ。カルメン。人々を治療するために研究を進めたって人だな。あ、カルメンは巣の出身だったけど、裏路地巣を問わずそんじょそこらで熱弁を振るってた。私が見た時にはもうじき死にそうだなと思った。放っとけなくて助けたのか。そんなわけないだろ。対価なしにボランティアをやるほど純粋じゃないからな。巣の出身のくせして都市の苦痛がわかるわけないのに熱心だなって思っただけだ。都市で繰り返される痛みを終わらせるってデタラメなことで騒ぎ立ててたからな。だから怒りがこみ上げてきた。あんないいとこ育ちのお嬢様に何がわかるのかって掴んで言い放ったよ。てめえが裏路地の痛みをどれだけ知っててそんなことほざいてんだよって。泣きわめくかと思ったんだが、むしろカルメンは厚かましくも私に聞き返したんだよな。あなたは巣の痛みについてどれだけ知ってるのかって。巣の痛みについて教えてあげるから自分に裏路地の苦痛を教えてくれって。本当に厚かましかったよ。力もなしに出しゃばるのも気に入らなかったし、でもその目と声には力があったんだ。力のない人でも覚悟すれば頭まで十分に切り裂く力を得るって、自分がその力を得られる治療をするって、興味があれば来てくれって名刺を渡してきたんだ。その時のお前は色を付与される前だったのか。ああ、二級フィクサーだった。二級フィクサーなのにそんなエセ宗教みたいな話に見入られたのか。いや、逆にそうだからだ。数多くの詐欺師に会ってきたんだが、カルメンだけは違ったんだよ。一体どんな人だったんだよ。だから私はカルメンにかけてみることにした。この人さえ守り抜けば世界が変わるかもしれないって。私みたいな痛みを味わった人が一人でも少なくなるって。だから慈善事業レベルでフィクサーの仕事をこなしてきたのか。ありえない伝説を生み出しながら色も付与されて。そんなもんは全部おまけだ。私がやること自体に意味があるから。やっぱり強いな。そしてバカみたいだ。そんなこともよく言われたよ。あれこれ話してくれてありがとう。タバコでも一本吸ってくか。大丈夫です、やることがまだ残ってるからね。何してるんだ。コーヒー豆を選別してるんだ。これが思ったより手がかかるんだよね。俺もアンジェラもそしてロボトミー社の職員たちもゲストと同じように選別されたんだ。個人がどんな欲望を抱いていようが属した社会で下へ間引き落とされるだけ。見えない巨大な暴力が個人を縛っているんだ。人と人が触れ合って生きるには規則が必要なもんだ。むしろそんな規則すらないとめちゃくちゃになるんだよな。規則が必要だっていうのには同意するよ。でもなんでみんな極端なんだろうね。裏路地の組織であれ、フィクサーであれ、翼であれ、人の犠牲を前提にして作った規則なのにね。
追って追われて奪い奪われるのが当たり前なんだよ。どうしようもないことに頭抱えたって、お前ほんと変わってるな。君が経験した苦痛と喪失もどうしようもないことなのかい？君は都市の話を淡々と話す。そうであるしかないと言いながら本当に興味がないからかな。それとも頑張って不合理さから目を背けてるのかな。そうだな、俺たちはただ大きな波にさらわれるだけだから、ただ水の流れるままその上を素早く流れていけばいいんだ。ローランも逃げるのに忙しいんだね、うん、俺は巣の出身なんだ。だと思ったよ。それもみんなが羨むお金持ちの家で生まれたんだ。育つ環境であれ何であれ、未来に対して心配する必要すらないのに頭まで良かったんだし。すんげえエリートでいらっしゃったか。でしょ、俺なら A 社に入社してそこでも定席の一つに座るくらいわけないってみんな期待してたんだ。実際俺の姉や弟たちは簡単に翼へ入社したんだよね。人々が切に入りたいという翼は俺にとってはあまりにも当たり前のことだったんだ。俺はどうしてそんなつまんない会社に入社しようと必死なのかも理解できなかったし。そんなすごい家柄だったのか。うん、そんな家で生まれたんだダニエルは。でも運命ってのが本当にあるのかって具合に縁もゆかりもないと思ってた裏路地に足を踏み入れることになったんだよね。金持ちのボンボンが逃避行でもしたのか。それならロマンチックだったと思うけど、その辺歩いてて誘拐されたんだ。知らない間に巻き込まれたんだよね。裏路地の人でもなく巣の人、その上金持ちに手出しするとか、よっぽどでかい組織かイカれたやつだったんだろうな。それが実はカルメンとカーリーだったんだ。赤い霧がやったなら、まあ納得するしかないな。気がついたら二人で口喧嘩をしてたんだよね。カーリー、あなたは昔から人の顔が見分けられないだとか、カルメンがまともに説明しなかったとか聞いてたら思わず笑っちゃったんだよね。なんかの漫才かと思ったよ。人間違いか、完全に間抜けかよ。でしょう、あの二人まともに見えて天然だったんだよね。話を聞いたらカルメンの研究費で詐欺を働いたやつを捕まえようとしたって言ってたんだけど、カーリーの目には俺が詐欺師に見えたみたい。俺は適当に謝ってもらって帰れると思ったんだよ、元いた場所に。でもカルメンが本当にずうずうしく、どうせこうなったんだからちょっとだけ自分を手伝ってほしいって言ったんだよ。俺みたいなお金の匂いがする人が隣に立ってくれるだけで役に立つって。俺はうっかり流されて分かったって言ったんだ。何をするかと思ったんだけど、裏路地のどこかで演説をしてたんだよ。裏路地で戯言を言う奴らは大勢いるし、変な光景ではないだろうな。うん、俺を横に立たせといてなんて言ったと思う？私たちはみんな疲れていて心に病気を持っている、一緒に克服できる人を募集するって。曖昧な話ばかり並べ立ててたんだよ。まったくの戯言だな。でもそのデタラメな話をすごく堂々と熱心に話してたんだ。みんなチラッとだけこっちを見てそのまま歩いて去っていったのにね。カルメンは俺が見てきた人とはとても違ってたんだ。誰も行かない道を行こうとする人の目と声をしていた。こんな人が世の中にいるのかと思ったな。そうやってちょっとした演説が終わってカルメンは俺を見送ってくれた。そして帰る途中で初めて見聞きした。俺が住む世界とは
あまりにも違う。地獄みたいな風景を、カルメンとカーリーは裏路地でどんなことが起こってるのか、そして巣の人はどれだけ無意味に搾取されているのかを教えてくれたんだ。その日、巣に帰ってきてから、わけのわからない罪悪感で一晩中身震いしてたんだよ。世間知らずのボンボンが中途半端な正義感に目覚めたのか。そう、中途半端かと言われると中途半端だったね。ただ運のない一日だったなって思って日常に戻ることもできたはずだろう。それもそうだね。でもそうはできなかったんだ。だからね、カルメンの研究チームに俺入っちゃったんだよね。そんな簡単に？家庭が抜けてるぞ。もちろん家の中でいろいろと問題はあったけど、そういうことは些細なことだからさ。俺の能力をみんなのために使いたかったんだ。もっといい世界を作りたいっていうのは本心だったんだ。ダニエルは今の君にもその気持ちがちょっとは残ってるのか？うん、まだ残ってる。そして正しく変えたい。この次があればの話だけどね。みんな君みたいに心の余裕があるとは思うなよ。君がそんな贅沢なことを言えるのも全部豊かな人生を送れたおかげだからな。じゃあ俺はこれで